馬尾ゆきです。どんどん深いね。もう終わってるのに喋る。終わってるのに喋りました。馬尾ゆきが選ぶカシミヤ商事っていう動画のコーナー、先にお話のコーナーを入れておこうかなと思いまして、宝塚男役時代と対談後の、洋服の選び方とか、気にしているポイントとかについてのお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、いやいや話しましょう。なんか大事にしてたこととか暗黙のルールみたいなのはあるんですか？本当にベタなベタな、まあスカートは持ってなかったです。やっぱずっとパンツスタイル履いておりましたし、あと今でこそ私、今日履いてるスキニーデニムみたいなさ、こういうピタッとしたラインも実はあんまり履いてなくて、ちょっとなんとなく自分のシルエットが出るようでふわっと隠れてるみたいな。なのでもちろん腕を出すのもなかったし、半袖を着るっていうのもないですね。半袖もし着ていても上からシャツ羽織るとかそういうことをして、やっぱり男役のイメージになるようにっていうのは常に心がけてはいました。下級生の時にメンズのお店に入るのがすごい恥ずかしい時はレディースとかで買ってたりとかしましたけど、もうだんだんなんか学年を重ねると逆にレディースに行く自分が恥ずかしくなるんですよ。まあそうでしょうね。いや本当になるほどなるほど。でなんていうの、もうメンズに突き進むみたいなメンズ館も行ってましたし、ブランドさんでも全然メンズからガーって見に行ってましたよ。最初の方はじゃあレディースのショップでメンズ寄りなものを買うとか、なんかそうレディースのショップで黒とか、ラウリーな色は買わないけど、全然ジャケットとか買ってみたりするんですよ。でもやっぱりあれはレディースのシェイプとかが入ってるから、男役として着るとちょっとなんかみたいな、決まらないみたいな。けどやっぱメンズのラインのものを着るとやっぱりすごくかっこよくなるので、その素敵なラインを知ると元に戻れない。なるべく女性的なラインが見えないようにするのも選ぶポイントではあったってこと、いやめちゃめちゃポイントでしたね。ラブリーにならないように、そうならないようにならないようにしてました。それはそれで難しかったけど、でも自分の体型を知ってないと逆に隠せない部分もあるので、それはもう舞台の衣装を着る時もそうですけど、その補正をどこに入れるかとかも自分の欠点を知ってないと足すことってできないから、私はこの身長175、6あるクラスからしたら肩幅あんまないんですよ。だけど顔もないから、ここもないから、普通の人と一緒にしたらガンガンってなっちゃうね、わかる？だからここをどれぐらい足すかとか、あとは例えばスーツを舞台上で着なきゃいけないってなった時に、胸板をちょっと張らせるために肩パッドをここに入れたりとか、そういう工夫を重ねておりました。なるほど。もちろん男役を卒業したから同じ服を着るわけにはいかないなっていう、まあ、心理ではありました。だけどもちろん自分が現役中に着ていた服を、まあ、かなりの確率であげました、現役の子に。なんだけどよく着てる白の普通のシャツとか革ジャンとか、いろいろ使い回せそうなすごくシンプルなラインのものを自分に残して、あとはあげる。だから対談後は余計柄物着なくなった。在談中はその柄物着てちょっと自分のテンションを上げるために、こうギラつかせるために柄物着るってこともあったんですけど、元の顔が私は濃い顔じゃないから、私は濃い顔の人はそれがすごく映えるんだけど、私ちょっと違うので柄物全然着なくなった。その色が綺麗だとか素材感が綺麗かとか、そういうのが一番多いですね。あとは黒とか白、グレー、カーキ、この辺のアイテムをものすごい選ぶし、この辺からスカートのラインとか探すようになりました、私は。はい、カバンはあんまりメンズのものは持ったことなかったかな。元からはまあわりかし普通のもの持ってたけど、在団中特にやっぱり行き来するのって劇団と家の行き来ばっかりだから、台本譜面、もうそういうなんて大きいカバンがやっぱ必然的に必要になる、ね、そこにお菓子も入れたいし飲み物も入れたいしとか、そういうのになるともうやっぱ必然的に大きいものじゃないと無理みたいなところが
あったので大きいカバンが多かったですね。で対談してちょっとしたお出かけでやると、あ、カバンがちっちゃくないんだみたいなあ、そっかみたいな。なんかね、宝塚を辞めた直後ぐらいに学校の友達と会った時に、その自分がどれだけ派手なのかっていうか目立ってるのかっていうの全然分からなくって、現役の時に羽織ってたなんかちょっとキラッていうのがついてるパーカーみたいのを着てっちゃったことある。だから派手じゃんって友達に言われて、え、普通じゃないとか言って私が言ってたんだけど、だいたいその事件から事件から約半年ぐらい経ってこう見て、あ、派手だわみたいななるほどみたいな。だからその世界にいたら気づかなかったところだろう、ね、そう、普通普通って思ってたんですけど、あーなるほど派手だみたいな。今日のもうつけてる人差し指のリングもなんか逸話があるんでしょうかね。逸話、いやこれはなんかあの現役中に上級生の方から片目分けって言って、対談される時とかにアクセサリーを舞台で使わないからって言ってくださるんですよね。綺麗だなと思ってもらってて、こうやってあのジュエリーリフォーム相談っていうこともいろいろありますので、なので今今日人差し指つけていただいているのは舞台で使っていたアクセサリー等をいろいろ持ってきていただいたんですよ。で、見ていく中でうちの社長がそれは普段つけたらどうなんて言って言ったので、今日ちょっとつけてみるわということで、なんかこんな大ぶりだから恥ずかしいかなと思いきや、うちのねリングとかのデザインにすごい似てるので、ちょっと似てた、ちょっとバンバン使っていってください。いや、なんかあのガレーさんの監修のもとつけさせていただこうと思ってはい、その持ってきているものたちをリフォームするかどうかっていうのもちょっと相談もしつつなんですけれども、まあ皆さんにこれはこの時使ったやつだよっていうのをお話ししてもらいながら、あのご紹介していけたらなと思っているご紹介めっちゃ簡単、今すごい丸三角四角バツみたいなやつ難しいです、まあ今日はあれなので、ちょっと 今後の動画の楽しみ、ね、また楽しみ増えちゃいましたね。楽しみにしてください。シャイ藤瀬くんズタボロ今日はひどいですね。さあさあ、おまけというか懐かしショットをね披露していきたいと思います。ではご覧ください。どうぞ。はい、ということでご覧いただきましたけれども、こちらはね、うちにあったカシミヤ 100% のコートのメンズのコートなんですね。来ちゃったわよどうですか、ちょっとオフショットじゃないけれども、あのこの写真今ちょっと入れますけれども、なんか向こうから向かってくる写真もね、あの来るぞ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 来たぞみたいな、ね、写真もあったり、ね、わざわざ髪もね男役風に髪もセットしていただいて、急遽わがままだけどね実はね、面白いですね。今ってやっぱ卒業してるからベースは女性だし、女性としての素敵なものをたくさん発揮していってるけど、こっちよしって思ったらパラッとすぐ切り替えられました。ポイってできるのでたまにやるのが楽しいんです。これいや本当かっこいい。これはねうちのカシミヤの商品のところに写真立てにでも立てて置いときたいぐらいいい写真。置きましょうよさあということで、一応カシミヤ商品こんな感じで終わりましたけれども、いかがだったでしょうか。いや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 、なんかカシミヤって聞くと自分から遠い距離のものなのかなとか思ってたりしてた時期もあったんですけど、全然そんな年齢問わず本当にどの幅にも絶対似合うし、年齢層にも似合うし、着たら着たで本当に着心地がよくって、何度でも着たくなるような質感が虜になりました。なのでおすすめでございます本当にね自分が引き立つ服装だと思いますよ、カシミヤって、はい、面白いです。ジュエリーもカシミヤも両方とも楽しめるので、ぜひ遊びに来てください、はい、ということで今回の動画はこちらで終わりですので、よろしければ皆さん高評価、高評価、コメント、コメント、シェアシェア、そしてチャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。